最初に168万という売り上げを上げることができたっていうことと、そのすぐ後に134万で合計302万円売り上げることができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は潜在意識の専門家のミオンさんがインスタ3ヶ月で1万フォロワー、そして5ヶ月で 1.4 万フォロワーを達成され、入学後初めて無料個別相談を募集して累計で302万円のね売り上げを上げられた秘訣についてね、具体的にノウハウであったりとか、リールを伸ばしてねフォロワーを爆増させた、そういった秘訣についていろいろ聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では現在ミオンさんの活動内容ですね、具体的に教えていただけますでしょうか。潜在意識で女性が開花して全てを手に入れて人生を軽やかに変貌していただきたいということをコンセプトに発信させていただいてます。女性向けにですね、潜在意識を活用した方法、願望実現、引き寄せだったりとかね、そういった潜在意識の使い方というところをね発信されておりまして、次ですね、入学のきっかけというところも教えていただけますでしょうか。もともと美術大学を行っていたんですけれども、その時に心理学とか潜在意識の授業っていうので学んでいたので、そういったものに興味はあったんですけれども、自分が子供を一人で育てていかなければいけないとか、両親もいない中で時間にゆとりとか生活にゆとりを持ちたいということで、SNS の発信とかっていうのに興味があったんですけれども、もともと心理学の興味から学んでいたっていう経緯もあったので、北野さんの人柄だったりコンテンツ内容も充実していたので、北野さんから SNS のマーケティングの方も学べれば確実ではないかなということで、今回入学することを決めました。僕自身もう一個潜在意識マスタープログラムというのをね運営しておりまして、そちらでねミオンさん学んでいただいて、そこからマーケ講座もっていうところでねご入学をいただいたということで、次ですと入学前と後の変化というところも聞いていきたいと思うんですが、入学前というのはどういった状況だったんでしょうか。入学前、実は SNS の発信をしたいと思って一番初めて自己投資をしたところがあったんですけれども、インスタで見つけて入ったんですが、その先生から教われると思ったんですけれども、講師の先生が違う方だったり、インスタ発信と思っていたんですけれども、 Facebook 発信がメインっていう風に言われて、私の中でいろいろとショックな出来事が多くって、インスタのアカウントっていうのは持っていたんですけど、企業仲間がほぼフォロワーと、そこから派生した人たちにフォローしてくださるっていうだけの、ほぼ動きのないアカウントだけ持っているっていう状態でした。あとはアカウントに自分は届けたい気持ちだけをしっかり伝えれば届くっていう風に思ったんですよね。でもそれだけでは届けたい人には届かなかったっていうこともインスタを初めて見て気づきましたし、あとは YouTube とか TikTok で媒体によってはいろんな発信方法があるっていうことも分かっていながら、自分でいざやるっていう風になるとうまくできなかったっていうのがすごく体感でありました。そのような状況から、その後入学の変化としてはいかがでしょうか。入学してから劇的な変化と言いますと、フォロワーがもともとゼロからスタートしたっていう感じなんですけど、3ヶ月で1万フォロワーになりましてありがとうございます。4ヶ月で 1.2 万で、5ヶ月で 1.4 万フォロワーほどに劇的変化になりました。3ヶ月で1万フォロワーっていうのもかなり早いペースで伸ばされているということでね、その秘訣もこの後ね具体的に聞いていきたいと思うんですが、現在は LINE 公式アカウントっていうのを登録数どんな感じでしょうか。北野さんの講座内では LINE 登録を誘導するようにっていうお話とかはいただいてるんですけど、私今のところ誘導っていうのを一切してなくて、プロフィールのところにトロッとつけているだけなんですけど、ゼロから835人今登録いただいてる形になってます。誘導せずに800リストってねかなりすごいですけども、ここからね誘導強化していけば 2,3 千リストはすぐにね行くんじゃないかなっていう風な感じはしますけども、あと売上面とかでどういかがでしょうか。突然フォロワーが増えたということで、私も本当に嬉しかったので、コミュニケーションを取るという目的で無料相談っていうのをやらせていただいたんですけれども、集客するっていうまで考えていなかった中で、最初に168万という売り上げを上げることができたっていうことと、そのすぐ後に134万で合計302万円売り上げることができました。素晴らしいですね。今回ミオンさんは無料個別相談をね初めてインスタグラムで募集をして、そこからね300万以上の売り上げが上がっているということで、具体的に3ヶ月で1万フォロワー達成して、インスタからどういうふうに個別相談にね集客をしていったのかっていうところの動線とかもこの後詳しく聞いていきたいと思うんですが、で今こちら右側の画面に出ているのがミオンさんの現在のインスタグラムで 1.4 万フォロワーということでですね、投稿数でいうと99投稿で 1.4 万を達成されていて、現在はねずるいほど全てを手に入れる生き方というコンセプトで発信をされている。投稿のテイストとしてはねしっかりとカバー写真をこういう形で統一されていて、ほぼもうリールオンリーっていう今感じですかね。そうですね、フィードも少しやるんですけれども、メインはリールでやらせていただいてます。基本的に投稿内容としては、女性が意識を使って自己実現をしていくとか、願望実現していく、自立していく方法っていうところをね発信されているということ
ということで、特にミオンさんの場合リールがねすごいめちゃくちゃ伸びているということでね、万再生を連発されているわけなんですけども、この秘訣っていうところからねまず聞いていきたいなと思いますが、リールをまず作成するときに意識しているポイントなどあれば教えていただけますでしょうか。リールできたらこう喋る系っていうのも今後考えてはいるんですけれども、映像美をポンポンカットで面白い感じでやっていくっていうのがやりだした時すごく当たって、認知が増えていったので、フォロワーさんも増えていったので、うん、私にはまずそのスタンスが合っているのかなっていうことで、今はそれをメインで作らせていただいてるんですけども、映像が綺麗で面白かったりとか、都心の雰囲気とかそういったものを上げながら、内容も分かりやすくテンポよくっていうのを意識して作っています。現在ミオンさんはアフレコリールといってですね、動画の素材に後から音声を吹き込む形でテロップ表示をしているリールということなので、実写版のトークリールとはまたちょっとテイストが違うものにはなるんですけども、すごいねハマってめちゃくちゃリールが伸びてるということで、19万再生とかね言ってるものがあったり、 9.6 万再生とかですね、いいね数が1600件を超えていたりするわけなんですけども、特にこのアフレコのリールで重要になってくるのって、背景の動画っていうのが3秒ごとにテンポよく切り替わるようなテンポ感だったりとか、画質の良さっていうところもそうだし、背景の動画に対してストーリー性が僕あるっていうところも一個ポイントかなというふうに思っていて、例えばリールの最初に必ずミオンさんが出てきて、このリールだったら本を読んでるミオンさんから始まって、そこからカフェの雰囲気があって、でそこからフリー素材があってっていうように、一個一個の流れっていうのもね実は内容とリンクしてたりとか、ストーリー性があるような形でところどころで自分史を出していくっていうところでね、素材の継ぎはぎっていうところでミオンさんの方でも意識してるポイントとか何かありますでしょうか。皆さんなんかわからないけど興味持っていただけるということで、北野さんのマーケティングのお話の中で3秒くらいって言われてるんですけど、もう少し短く、長い動画が1個あると離脱されやすいっていう話も聞いたので、短く 1.5 とか2秒くらいで細々切るんですけど、内容が突然ボンと変わらないようには意識したりとか、アフレコの言葉にちょっと寄っている、イメージしやすい、膨らみやすいような画像を使ったりっていうのは意識して、色味とか自分のファッションとかも最初の時はホワイト系っていうので決めてたりするんですが、ファッションは皆さん輝いてほしい、変わってほしいっていうのもあるので、そこはそこまで気にせず、色味とかも目から華やかさとか鮮やかさが出るような意識は持って作っていました。素晴らしいですね。編集はキャップカットでご自身でされてらっしゃるっていう感じですか。そうです、キャップカットでほぼ全て無料なもので私で作らせていただいてます、うん、キャップカットフル活用したらね、本当にミオンさんみたいなこういったリールがね作れるということもね可能性を感じますが、ミオンさんのリールって背景の画質もすごいね綺麗だと思うんですけど、普通にスマホで撮られているものですか。はい、そうです、スマホで撮ってて、最初本当に画質悪いものとか撮ってたんですけど、講座の中で内容大事なんですけど、見た目とかそういったところの視覚の部分からの重要性っていうのも基礎の部分で学んだので、スマホも高画質に上げて必ず外側カメラで使って動画を撮影するっていうことを意識して撮っています。 iPhone の場合だとカメラロールのところで 4K の60 みたいな形で画質をね一番いいもの設定で変えることができたりとか、インカメよりもね外カメの方がね絶対的に画質はいいので外カメで撮っていただくとかですね。最近とかだと iPhone15 とかがね出てきてるんですけど、 iPhone15 とかプロマックスとかだとシネマティックモードっていうのがあったりして、そうすると本当に映画みたいな感じのね動画が撮れたりということで、最近はもう一眼レフ顔負けのね、まあ、スマートフォンもどんどん画質が良くなってきているので、それをしっかりとね活用していただくっていうところもねポイントになってくるかなと思いますが、あとはアフレコリールの内容っていうところは台本の作成とかで意識しているポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。台本に関してはアラフォー女性をコンセプトで作らせていただいてて、自分の実体験をベースだったりとか、自分と同じような年齢層の人たちに伝わってほしいっていう思いがあるので、アラフォー女性の悩みっていうところを Google 検索だったり Amazon の書籍から調べさせていただいて、題名から自分が深掘りしていったり、あとは皆さんからストーリーズから得たコメントとか DM いただいた内容からそれを派生させてリールに落とし込んだらどういう感じになるかなと、フォロワーさんとの接点も絡めながら題名を作ったり内容を作ったりっていうものと、あとはその潜在意識の北野さんからのマスタープログラムの方で学んだ内容とかも織り交ぜて伝えられたらいいなと思って作っています。素晴らしいですね。台本とかのねリサーチもねしっかりとされながら、フォロワーさんが求めている内容をしっかりと提供していくっていうところをね意識されていらっしゃるということで、あとは日頃のストーリーズとかでもですね毎日アップされていらっしゃると思うんですけど、ストーリーズでなんか意識してるポイントもあれば教えていただけますでしょうか。ストーリーズに関しては私のその日にあった感覚とか思ったこととか学びの先で得たものとかをブラッシュアップしてストーリーズに上げたり、自分のその日の日常で落とし込んでこういう考えを持
ったらいいんじゃないかなっていうこととか、身近な感じも含めて伝えさせていただいているっていうのと、あと週末とか内容とか投稿が出てこないなっていう時は、北野さんのコンテンツとか講座の中にもストーリーズの上げ方とか、こういった感じで上げるといいよっていうのもお話をいただいてたので、それを振り返って、今日ここに自分が足りてないなとか気づきがあったら、そこの内容を上げるっていう風に意識してストーリーズは作っています。ありがとうございます。ストーリーズもすごい綺麗にデザイン面もね統一されて発信されていらっしゃいますが、このストーリーズの、ね、流れにちなんでなんですけども、今回ミオンさんは初めてのストーリーズでね個別相談を募集されたということで、すごいたくさんの、ね、問い合わせが来たと思うんですけども、無料個別相談をストーリーズで募集するときに意識したポイントだったり流れとかもあれば教えていただけますでしょうか。フォロワーさんとコミュニケーションを取りたいということで始めたんですけど、ローンチに落としていくときの内容の順序っていうのは、北野さんのマーケティングの中で教わった内容通りに、コンテンツとかいろいろこうテンプレート的なものもあったので、それを見ながらベースにして落とし込みをしていったっていうことと、大事な時は私はもともと一番最初のプロフィール欄とかで作った時に白とかモノトーンベースみたいなお話をしたんですね。でただ私ファッションで結構いろんな色味が出ちゃってるんですけど、そういった大事な時には白背景にしたり、いつもは黒っぽいベースで白文字に起こしたりしてたんですけど、そういう大事な時は白ベースにして、真っ黒すぎるとちょっとコントラスト強いので、ちょっとグレーかかった柔らかいイメージの文字とかフォントにして、優しい雰囲気の内容で、重要な時は皆さんに伝えるように、内容とかも少し見た目が綺麗になるように綺麗な背景使ったりとか、自分のワンショットをどこか取り入れたりとかして伝えやすいようにっていうのは意識して作りました。背景のデザインとか色合いも内容に合わせてイメージに合うような形で色合いもね意識して変えられていたりとかされているということで、個別相談誘導の場合っていきなり個別相談やりますドーンってストーリーで上げて全然集まらなかったっていうのってね一般的にあるあるだと思うんですけど、ミオンさんの場合は結構何通かに分けてねストーリーズのプチローンチみたいな形で発信をして集めていったっていう感じですかね。そうですね、うん、あとは自分もこれからよりブラッシュアップしていかなければいけないなと思ってるんですけど、基本的に毎日のどこかのストーリーズの中で教育になるようなものとか、今動かないと人って変わっていけないよっていうものとかも無意識に刻み込ませるように皆さん変わってほしいっていう思いもあるので、そういったストーリーズを上げてたっていうのも無料相談がうまくいった秘訣かなと思ってます。これめちゃくちゃ大事ですよね。日頃の行動することの大切だったりとか、日頃のマインドセットをね教育発信ってところもね、ストーリーズで無料個別相談募集されて何名くらいの方が個別相談集まった感じでしょうか。数時間で100名ほど無料相談のご連絡がいただきまして、はい、ちょっとこれ以上は私が大変になるぞと思って、私で全部対応しようと思ってたので終了させていただいて、一人一人私自身で個別相談をして、そこから本当に興味がある方とか本当に人生変えたいっていう方から売上として302万という形で達成することができました。ありがとうございます。ストーリーズだけの告知でね一気に100人集まってしまうっていうぐらいものすごいんですけども、無料個別相談来てくださった方の中でもそこから本当にねふさわしいお客様だけは選んでいくっていう、そういったスクリーニングっていうねプロセスも結構重要になってきますので、本気で学んでいきたい方だけをねお客様として入学いただくっていう形をね今捉えていらっしゃるというところで、無料個別相談での商品のご提案に関して意識しているポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。セールスをして自分で落とし込んで集客にしようっていう意識は本当になくって、無料相談から皆さんが開花して変わっていただきたいっていう思いでやらせていただいたんですけど、お話ししていくと皆さん変わりたいけど一歩踏み出せないっていう方とか、ただどっかで押してほしいっていうのを待っていらっしゃる方とかも実際いらっしゃるんですよね。ただそこに対して今までの私っていうのは寄り添うだけで絶対に学んだ方がいいですよっていう最後の言葉っていうのをかけることとか、そこに自分に自信がなかったっていうのもあったので、ただ寄り添い型っていう形だったんですけど、絶対今学ばない限り変わらないですよっていうお話とかも、講座の中で救済っていうものも本当に大事だっていうことを学んだことでしっかりと強く言えるようになったかなっていう印象はあります。非常に重要なところですよね。背中押すっていうのも商品興味ない人にねこれいいですよって言うと押し売りになっちゃうんですけど、そうではなくてめちゃくちゃ興味あるんですけど背中をちょっとね押してほしいっていうケースいらっしゃったりするので、最後のね一歩救いの手を差し伸べてあげるっていう、そういった一言をねかけてあげるとか、伝え方の部分っていうところをね意識していただいたことで、ミモさんのサービスを受けていただいてよりね幸せになっていただくお客さん一人でも増えることってのはとても素晴らしいことなので、より自信を持って伝えられるようになったっていうところですかね。あとはプレゼン資料っていうものとかも今まで作ったことがなかったんですけれども、一からコンテンツの内容とかでも教えていただいたところがあったので、私なりにコンテンツの順序を経てちゃんと作るっていうことができたので、ご相談と一緒に自分のコンテンツの内容を入れ込むことができたので、だったらじゃあミオンさんの講座受けたいですっていう風にお客様側から買いたいって言っていただいたっていうのもあったので、資料の大事さ重要性っていうのはすごく実感しました。プレゼン資料ってめちゃくちゃ大事ですよね。他の受講生さんで
も、もともとプレゼン資料用意してなかった状態で制約率が本当にすごい低かった状態から、プレゼン資料を用意したことで、ね、制約率が本当に3倍ぐらい上がったっていうね、受講生さんも何名かいるんですけども、資料をしっかりと用意しておくっていうのは価値がしっかりと伝わりやすかったりしますので、プレゼン資料とかをね、具体的な作り方とかテンプレとか、そういった添削とかもね、うちの学科でもさせていただいてるんですけど、これはね、ぜひ皆さんも作っていただきたいなというふうに思いますね。次ですね、入学して改めて良かったことであったり、弊社集客学科のおすすめポイントとかがね、もしあれば教えていただけますでしょうか。潜在意識のマスタープログラムの方で北野さんを知っていたっていうのもあるんですけれども、人柄含めこれだけいろんなところで経験値として積まれている中で、指導の方をご自身がやっているっていうところにすごく安心感とか信頼感っていうのも得ましたし、未だに新しいことを学んでアップデートして、その先に生徒さんにまた還元しているっていう姿勢にすごく感激したっていうのがあったので、これからずっと北野さんが教えてくださるかっていうのはわからないので、私的には今のうちに学びたいっていうところで、潜在意識の方と SNS のマーケティングの方も両方、雰囲気とか喋りの言葉とかコンテンツだけじゃなくて、教え方みたいなところも自分に落とし込んだり盗めたらいいなっていう気持ちで学んだので、生きてくるんじゃないかなっていう意識でやっています。では最後ですね、今回の動画を見てくださっている視聴者の皆様の中でも SNS をこれから始めていきたいっていう方だったりとか、ご入学を検討されている方もいると思うんですけども、何か最後一言メッセージがあればお言葉いただけますでしょうか。これからの時代って SNS っていうのはもう誰もが知っていて見ている時代だと思うんですけれども、誰もが発信力をつけて時代に合わせた生き方っていうのを知っておくべき分野ではあるんじゃないかなっていうのをすごく自分自身が学んだことで痛感したので、これからもしかしたら全ての人が発信するのって当たり前になるんじゃないかなとかも思ったりするので、今遅いと言わずに今から学ぶっていう対応力とか、自分自身インスタ発信して本当に変化できたので遅くないっていうのをすごく痛感しました。まだ迷っている方っていうのがいらっしゃったら、今すぐにでも学んでいただきたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。ということでね、 SNS は本当に始めるんであればね、1日でも早い方が椅子取りゲームと一緒なので、できるだけ早くね、自分の価値を伝えていって、そのポジションをね、確立していただけたらね、嬉しいなというふうに思っております。ということで今回ですね、ミオンさんと対談動画をお届けさせていただいたわけなんですが、概要欄の方にもね、ミオンさんのインスタグラムと、そして LINE 公式アカウントね、こちら記載しております。非常に勉強になりますので、ぜひ、ね、両方チェックしていただきたいと思うんですけど、さらに現在ね、ミオンさんの LINE 公式アカウントを登録いただくと、今だけですね、豪華特典プレゼントがもらえるということで、簡単にこちらの LINE 登録プレゼントについてもご説明いただいてもよろしいでしょうか。 LINE を登録していただきますと、願望を実現するための具体的な方法ですとか、人生を変える魔法のワーク、新引き寄せマスターの徹底解説動画っていうのをプレゼントさせていただいているので、ぜひご登録いただけたらなと思っております。皆さんぜひこちらもね、チェックしてみていただけたらと思います。ということでね、動画ね、最後までご視聴いただきまして本当に、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめた、こちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。一つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね、自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップ、そして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。